19世紀ロシア東方問題ロシアの南下政策と東方問題19世紀当時ロシアはロマノフ朝ロシアの時代でした皇帝ツァーリが先制政治を行う体制です他のヨーロッパの国々では1789年フランス革命以来自由平等の流れがある中でいまだにロシアは濃度性を敷いていました 国土が広く今の時代のように車がありませんから思想がロシアに伝播するのには時間がかかったんですねさらにロシアはとても寒い国なので特に冬になると海が凍ってしまうんですねですのでそうなる前に船を引く仕事がありました人々はこうした仕事を課されることになりますそんなロシアにナポレオンが遠征してやってくるとフランス革命の自由平等の思想が広がることになります さて、そんな寒い国、ロシアでは、暖かい地域、凍らない港、不登校を求めて、南下政策を推進することになります。南下政策には、3つの方向があります。1つ目が、黒海バルト海方面からの南下。2つ目が、中央アジア方面からの南下。そして、3つ目が、東アジア方面からの南下です。特に初期は、大都市、サンクトペテルブルクからも近い、黒海バルト海方面からの南下が盛んでした。 すると中東のオスマン帝国と衝突することになりクリミア戦争などが起こりますが当時このオスマン帝国が弱体化しておりロシア以外の列強もこの地域を狙っていましたそうするとヨーロッパから見て東の方で列強がこの地域をめぐって争うことになりますこの問題を東方問題と言います オスマン帝国の弱体化に伴い中東を巡る列強の利害が対立することになりました特にロシアは国会方面ではボスフォラス海峡からダーダネルス海峡を通って南下するルートを求めましたまた中央アジア方面に目を向けるとここからずっと南に行くとインドがありますこのインドはイギリス領であったためイギリスとロシアが対立することになります この中央アジアをめぐるイギリス・ロシアの争いをグレートゲームと言います。続いて、それぞれのロシア皇帝、ツァーリの時代を見ていきましょう。まず、アレクサンドル一世の時代です。彼の時代にナポレオンのロシア遠征が行われ、ロシアはこれに勝利します。この出来事は様々な芸術作品に影響を与え、トルストイの戦争と平和などが有名です。また、ナポレオン戦争後は民意会議が開かれて、ロシアはポーランド王位を得ました。 また新生同盟を提唱していますさて次のツァーリのニコライ一世の時代には1825年デカブリストの乱が起こっていますこれはナポレオンの影響を受けて自由平等の思想に触れたロシアの青年士官たちが起こした放棄です先制打倒や濃度性の解体を主張しましたしかしこれは失敗に終わってしまいますしかしこの青年たちは武器を捨てて思想家として 知識人階級インテリゲンツやとしてこうした思想の普及に努めていくことになりましたまたニコラ1世の時代には2度にわたるエジプトトルコ戦争が起こっていますクリミア戦争とロシアの改革こうした状況の中で ロシアとフランスは聖地イエルサレム管理権問題をめぐって衝突することになりますこれにイギリスやオスマン帝国後にサルデーニャも関わってきてクリミア戦争が起こることになりますロシアはギリシア正教徒の保護を名目にこのクリミア戦争を始めましたこの戦争はナポレオン戦争以来フランスやロシアなどヨーロッパ大国が直接戦う大きな戦争となりました 戦争の途中でツァーリーもニコライ1世からアレクサンドル2世に変わりましたさてそんなクリミア戦争ですがイギリスの看護師ナイチンゲールが活躍しました彼女は敵味方区別なく献身的に看護を行いクリミア戦争後も看護制度や看護教育を整えて女性の社会進出にも貢献したことから多くの人に尊敬されましたまたクリミア戦争の最大の激戦地はセバストーポリ要塞でした この戦争は最終的にイギリス、フランスといった産業革命を達成した最新の武器の前にロシアが敗れることになりました。1856年パリ条約を結び国会の中立化が決まります。ボスフォラス、ダーダネルス海峡からのロシアの南下は失敗に終わりました。この結果ロシアは敗戦によって自国の遅れ、更新性を痛感することになります。 イギリス・フランスのように産業革命を達成し近代化しなければならないと悟りロシアの国内改革へつながることになりますまた国会・バルト海方面からの南下の難しさを知ったロシアはアジア方面からの南下も推進することになりますその結果中央アジアをめぐるイギリスとの争いグレートゲームとなっていきますさて改めてロシア国内に目を向けるとクリミア戦争の敗戦により自国の更新性を痛感したロシアは 上からの改革に乗り出すことになります。アレキサンドル2世は1861年、濃度解放令を出します。濃度に人格的自由を認めました。この結果、少しずつですが、人々は都市へ出て工場で働き、産業革命が進んでいくことになります。一方で、土地を買い戻すには多額のお金が必要であったため、濃度解放令の後も農村共同体のミールに留まる人も多くいました。 この自由な改革が行われる一方でポーランドで独立運動が起こるとやはり自由を進めるべきではないと思ったアレクサンドル2世はこの運動を鎮圧し反動化することになりましたつまりロシアの近代化自由化は中途半端な形になってしまいましたロロトト戦戦争争とベルリン会議年ロト戦争が起こりますこの戦争について詳しく見ていきましょう。 1877年ロシアとオスマン帝国が戦うロト戦争が起こりますこれに勝利したロシアはサン・ステファノ条約を結びますこれによりオスマン帝国からルーマニアセルビアモンテネグロが独立しますさらにブルガリア自治公国が建設されることになりますこのブルガリアはロシアととても関わりが深い国だったんですね するとこのブルガリアの領土はこの部分とこの部分が海に面しているためするとロシアの船がやってきてブルガリアを通してこんな形で南下することができるようになったんですね。ロシアの南下が成功しかけたと見えるとイギリスとオーストリアがこれに反発しますオーストリアはバルカン半島を狙っていましたしイギリスはグレートゲームで対立していたんですよね。 イギリスオーストリアとロシア大国がもめそうになったのでドイツのビスマルクが朝廷に入りましたこれがベルリン会議ですこの会議の結果ブルガリアは領土が縮小されこの辺りぐらいまで縮小されましたつまりロシアは南下ができなくなったんですねさらにイギリスはキプロス島をオーストリアはボスニア・ヘルツェゴビナの管理権を手に入れましたこのようにしてロシアの南下は失敗に終わったんですね その結果、ロシアはアジア方面への南下に力を入れるようになりました。この結果、ベルリン会議から約25年後、1904年に日露戦争が起こることになります。ナロードニキ運動。当時、インテリゲンツィたちは上からの改革の失敗に失望し、自ら農民、人民の中へ入って啓蒙活動を行うことにしました。これをナロードニキ運動と言います。 ウナロローード人民の中へをスローガンにしましたしたかし農民からの支持は得られずにこの運動は失敗に終わってしまいます落胆したナロード2級運動のメンバーの一部はテロリズムに走ることになります暴力によって政治的意見を通そうとしましたこの結果1881年アレクサンドル2世は暗殺されてしまいました代わってアレクサンドル3世がツァーリに即位しましたここで19世紀ロシア皇帝ツァーリの覚え方を紹介します 19世紀のロシア皇帝はアレキサンドル1世ニコライ1世アレキサンドル2世アレキサンドル3世ニコライ2世と続くんですが名前がアレキサンドルとニコライの2つしか登場しませんですのであとは順番を覚えればいいんですねではゴロのイメージですがニコライくんと出かけたらニコライくんとはぐれてしまったという場面を想像してもらってあれニコライあれあれニコライと覚えてみましょう ロシアの南下政策ののまとめロシアの南下政策を復習しましょうロシアは黒海バルト海方面から南下を目指しオスマン帝国と戦いクリミア戦争などを起こしましたしかしこれに失敗するとアジア方面からの南下にも力を入れるようになります中央アジアをめぐってイギリスと争うグレートゲームという状態になりますこれは南北戦争による綿花の不足を補うという目的もありました また国会方面では1877年ロト戦争の後のベルリン会議によってボスフォラス・ダーダネルス海峡方面からの南下が難しくなるとアジアからの南下に力を入れるようになりましたその結果1904年日露戦争が起こることになりますまとめ19世紀ロシア東方問題の範囲の復習です当時のロシアは南下政策を推進し凍らない港不登校を求めてバルカン方面への侵攻を繰り返していました 1853年クリミア戦争が起こりますこの戦争ではイギリスの看護師ナイチンゲールが活躍しましたこの戦争でロシアは敗れることになります原因としてはロシアは農度性が基盤の農業国であり西ヨーロッパのような近代的な産業の発展が遅れていましたこの戦争で近代化の必要性を痛感したロシアは近代化に取り組むことになります皇帝アレクサンドル2世は濃度解放令を出して濃度に人格的自由を与えました しかし土地の所有には多額のお金が必要であったため結局農村共同体のミールに縛られる人も多くいました一方で産業革命が緩やかに進んでもいきましたこのように上からの改革は中途半端な形になりました次に東方問題についてです東方問題というのはオスマン帝国の弱体化に伴ってヨーロッパ列強各国がこの地を狙ったことです19世紀後半ロシアは南下政策を推進していました 特に国会のボスフォラスダーダネルス海峡からの南下を狙っていたんですねそんな中1877年ロト戦争が起こりますロシアがこれに勝利するとサン・ステファノ条約が結ばれましたこの内容に納得がいかなかった西欧の列強は強く反対を起こしビスマルクの仲介でベルリン会議を起こします この結果ルーマニアやセルビアなどの独立は承認されましたがブルガリアの領土縮小あるいはイギリスのキプロスの領有そしてオーストリアのボスニア・ヘルェゴビナの管理権などが決まりました結局ロシアの南下は失敗に終わってしまったんですね国会方面からの南下が難しくなったためロシアは中央アジア東アジア方面からの南下を強化することになりました